こんにちは、ウザルウルでーす。はい、今回はですね、まあ面白いものを買ってきました。まあ、メンコですね。こちらディスコーザアベンジャーズバチコンバットガムのご紹介です。こちらはあれですね、妖怪メダルガムのような商品です。あ、これが表で、これが裏です。3歳未満のね。で、今回は2パック買ってきたので、1パックずつ開封していきたいと思います。では、まずは1パック目開けます。狙うはスパイダーマンか、アイアンマン。ハルクが入ってればハルクが欲しい。うん、では後ろ向きました。はい、どうですか。で、これはガムだと思います。せーの、ドン。はい、これデスアター。まあ、これは後で開けましょう。で、中に入ってるのはソーダガム、後で食べます。よし、じゃあ2パック目、今度はいいのを狙うぞ。これで被ったらやだよね。じゃあ、いきます。後ろ向きました。はい、いいの出た。せーの、ドン。おお、デストロイヤーだ。なんか見たことあるぞ。知ってるのと知らないのが出ました。あ、こちらも当然ガムが入っています。後で読みますよ。では、開けていきます。おいし、おいしょ。はい、カット。で、遊び方のなんか厚紙となんか書いてありますね。で、これがバチコンバット、結構大きいですね。で、このなんかやつは外れるらしいけど、知らん、いいか。おお、外れた。で、こういうことなのか。なんかね、外れるんですよ、知らないけど。はい、なんかメダルみたいなのが外れました。妖怪メダルいけれるかな。まあ無理か、薄さ的に無理だよね。あとは大きさ的にいろいろな感じでダメですね。ちょっと取れちゃったな。ちょっとはめていきます。今のは取り外し方です。次ははめ方、こうパチッと上からパチでパチ、いいね。はい、次こちらデスアター。こっちは知らないけどかっこいい、なんか忍者みたいだね。はい、中に入ってるのはバチコンバットなのかな、と説明書。あ、説明書、あれこうなってるんだね。中に入ってるのは同じですね。で、なんか調べたんだけど、ここがこうなんかなるらしいですね。ちょっとやってみましょう。は、なんかなるらしいけど、わかりませんね。あ、こういうことですね。こうからこう、おお、あーあーあーあ、わかりました。こっからこう、こうですね。こっちにこう回します、確か。で、こっちにちょっと、あれ、ちょっと待ってくださいね。まずここにこうくぼみがありますので、ここにこう入れます。全部入れたのを確認して、そしたら次に時計回りにこうやってスライドさ回します。これが意外と硬い。時計回りじゃないかな、反対ですね、時計の反対で、こうやれば、はい、合体しました。で、時計回りにして外せば、こうか。で、外れます。まあ、どちらもこれが取れますね。だからこれを取って、こちらも取ります。そしてこちらに
こう組み合わせてね、なんか面白いマチコンバットを作ることもできますね。こういうことがあるからこそ男は楽しめるんです。はい、では実際にまあちょっとやってみましょうか。なんかよくわかりませんが、こうめんこですね。めんこ結構得意なんだけど、これなんか柔らかいからね。やってみましょう。端っこ狙うの好きなんで、いきます。せーの。あれ、これってなんか言うんでしたっけ。まあいいか。まあこうしてこういけってことですよね。よくわかりません。でもマチコンバットはまあこれはこれで楽しめるんじゃないかな。まあ、これは好きな方はね、ぜひ買ってみてください。では今回はまあディスコーズアベンジャーズバチコンバットのご紹介でした。あ、バチコンバットガムのご紹介でした。まあ、これね、ガムが入ってるんで、ガムを食べながらね、遊ぶのもいいんじゃないでしょうか。まあ、メインはこっちだけど。では、バチコンバット好きな方はぜひ買ってみてください。では、バイバーイ。じゃんけんぽん。リアルぽん。皆さん、わかりました。多分、こうやるんじゃなくて、こうですね。バチコンバットって書いてある側をやって、ば、あれ？こう、ね、ですから、こうね、やることができます。だから、こっち側もこうやってね、あれ？こういう感じで。それだったらやりやすいね。それだったら小さな子もね、できるね。バーイ。